鉄道の周りには人、人、人。8日間にわたって開催された冬の風物詩、札幌雪まつりです。思ってたよりとっても大きいです。半年ぐらい前から計画してました。で、みんなコロナにもインフルエンザにもならないように気をつけてきます。来場者数は238万9000人で、過去最多の来場者数だった2019年には及ばなかったものの、コロナ禍前の水準までにぎわいを取り戻しました。実行委員会によりますと、盛況だったのが4年ぶりに復活した飲食ブースだといいます。会場には海外から訪れた観光客の姿も。楽しいよね。インドネシアから来ました。3連休の初日には札幌の地下鉄構内に長い行列が。本日札幌ドームイベント開催の影響により福住方面に大変混雑しております。列になってお待ちください。札幌ドーム周辺は人で溢れ返りました。福住駅です。地下鉄で来た人たちが続々と札幌ドームへ向かっていきます。ものすごい人の数です。その目的は伝説的ロックバンドクイーンのライブです。実に42年ぶりの札幌公演に加えて、スペシャルゲストに函館出身の人気バンドグレイが登場とあっては、この大行列も納得です。レディオガガ、レディオグーグー、とても楽しかったです。はいはい、like、oh、クイーンは一番好きなロックバンド。That's amazing、yeah。 T シャツですけど、はい、まだ燃えてるんですか？そうですね、すごく暑かったですね。温泉地、定山渓です。湯煙の向こうでは名物の足湯を楽しんだり、温泉卵を頬張る姿も。うん、おいしい。もっとさらっと見て回る予定だったんですけど、カッパとかいて可愛いし面白いし、で景色もすごい綺麗なんで楽しいです。凍った阿寒湖の上でアクティビティを楽しんでいたのが。我们从上海来的。还有北京。北京。台湾から来ました。香港过来的。中国や台湾からの観光客です。中国の旧正月、春節を迎えて訪れたといいます。雪が好きで、台湾で、見られないので。ここに来ました。寒いですけど楽しかった。ワカサギ釣りに挑戦していたのは香港から来た男性です。残念でした。ないないない比想像中凍好多，非常凍非常凍，準備不夠。しかし粘った結果、大成功、北海道最高。寒さも釣りも楽しんだ様子でした。春節ってことと、旧正月ってことで、もうこの3連休前あたりから台湾のお客様はツアーで、そして中国の方はファミリー個人で、動いてる方がたくさんいます。昨年あたりもだいぶ戻ってきたんですけど、やっぱり今年のにぎわいの方があるような気がしてます。3連休の最終日となった今日、函館にも多くの観光客が訪れました。最開心的应该是吃美食、因为日本的美食很好吃。観光地の定番、函館朝市です。そのお目当ては海産物。函館は台湾の直行便が多いんで、台湾の方中心だと思います。貝柱とかが多いんで、中華料理にはね欠かせないんで、毎日こだといいんですけどね。土産物が揃うことで人気なのが札幌のたぬき麹。
定番土産のお菓子のほか、マグネットなどの北海道らしい小物がよく売れていました。ハスカップジャム and ソーダ、メロンソーダ。中国からの観光客は減少しているといいますが、東南アジアや欧米など幅広い国籍の客が訪れているのが今年の特徴だといいます。台湾含めてですね、タイとかシンガポール、マレーシアというそういう広さを持ってきましたし、新しい国が増えたということでは裾野が広がりましたので、これからすごく明るいような気がいたしますよね、はい、コロナが明けて戻り始めた観光需要、道内は活気にあふれる3連休となりました。